月と7つのサイドの連携を強化し、中央を間引きした経済圏を確立する、すなわちサイド共栄圏の建設。はい、皆さんこんにちは、ワナルギルビジです。では今回はハーツオブアイアンフォーガンダム1年戦争をもっとプレイをしていきたいと思います。で、以前にもですね、このガンダム1年戦争モッドのハーツオブアイアンをプレイしたんですけども、今回ですね、ちょっと新しい試みをしてみようかなと思っています。で、今回ジオン軍でプレイをしていくんですけども、一つ面白い国家方針を見つけまして、それをね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、こちら、サイド共栄圏。これガンダムユニコーン、ご覧になった方、ピンとくると思うんですけども、フルフロンタルがね、サイド共栄圏の建設について唱えたと思うんですけども、このガンダム1年戦争モッドの中に、このサイド共栄圏の建設っていうね、国家方針がありました。なので今回は、このサイド共栄圏の建設を行っていきたいというふうに思っています。ぜひ皆さんお付き合いいただければ嬉しいなと思います。では早速ですね、このサイド共栄圏建設のためのステップ、確認しておきたいと思います。まず最初に選ぶ国家方針なんですけども、2つ、大君派との融和。これは文字通りザビ家ギエンが行った大君派を弾圧するのか、それとも融和するのかというね、二者択一になります。ちなみに今選択しているこの大君派の弾圧、こちらを選んだ場合にはですね、まあ、どちらかというと史実に近い内容、ザビ家のね、独裁路線というものが見えてきます。で、一方、今回選択していく大君派との融和を行った場合はですね、例えば、ランバラルのラル家の再興、まあ、こういったものからですね、さらに、このサイド共栄圏へと進んでいける。こういうね、選択肢が生まれてきます。で、今回はサイド共栄圏をね、冒頭お話したように進めていくんですけども、例えば、ラプラスの箱、さらに、キミンの王、まあ、こういうね、面白い国家方針いくつも用意されているので、本当にね、いろんな楽しみ方ができるこのガンダム1年戦争モッドになっています。では、まず最初にですね、早速、この、サイド共栄圏建設のために必要な最初の国家方針として、大君派との融和を選択していきたいと思います。で、もう一度国家方針の方を見ていきますが、この後ですね、サイド共栄圏を作っていって、まあ、サイド2、サイド4、サイド5、まあ、いろんなサイドあると思うんですけども、そういったね、各コロニーと仲良くしておく必要があって、このためにはですね、外交で各サイドに対して、まあ、融和的な態度を示すのに政治力が必要になってくるんですね。なので、政治力をいかに稼いでいくかというのも攻略のポイントになるというふうに思っています。では、時間を進めていく前にいくつかですね、研究枠等も消化していきたいと思います。まず研究枠最初にですね、無罪。これを研究しましょう。まだ無罪がないので、宇宙軍が実質ないに等しいジオン軍なので、無罪、これを研究して、さらに無罪の後ですね、チベ。グアジン研究を進めていきたいと思います。でも、もう2つなんですけども、ここはですね、まあ、いつも通りということになるんですけども、産業枠の中から、まずは集中工業、これを選んで、高所出力 15% のボーナス、さらに造船所出力 15%、このね、ボーナスを得ておきたいと思います。さらに建設ボーナスも得られる、この建設の1、これも研究を進めていきます。では、この後ですね、軍需工場、あとは軍、この再編を行っていきたいと思います。はい。では、おさらいをしていきたいと思います。まず建設なんですけども、軍需工場をありとあらゆるところに建設を進めています。まあ、具体的にはサイド3、まあ、これはジオン本国ですね。さらに、ア・バーワクー、ソロモン。これにも、建設スロット目いっぱい使って軍需工場を作っています。で、この軍需工場で何を作っているかというところなんですけども、まずザク1ですね。それとザク1の装備品として、ザクのシールド、あとはヒートホーク、さらにザクマシンガン、これを作っています。とにかく連邦に対して国力の乏しいジオンなので、開戦する前独立宣言
再度共栄圏建設を宣言する前にどれだけの軍備を整えられるかというのがポイントになってくると思いますので、軍需工場をとにかく盾に立てて立てまくって、その上でご覧のようにザクを中心に生産を行っていくというのをやっています。で、肝心の軍の編成なんですけども、まだ現時点では編成するための必要な経験値が全くないので、一番簡易的な編成ですね、モビルスーツの小隊としてザクと、あとは、支援行う支援装備を持っている兵をね、いくつか支援として入れているという、ご覧のような編成で最初は進めていきたいと思います。ではここから時間を進めていきましょう。最初のうちはね、実はその再度共栄圏を建設するまではだいぶ退屈するフェーズが続いてしまうので、飛ばし飛ばし進めていきたいと思うんですけども、要所要所はね、イベントが発生したりしますので、そこはつぶさに皆さんにも、見ていただきたいというふうに思っています。で、時間を進めながらご覧いただきたいところで、まずジオンのね、現状なんですけども、まず徴兵制度は限定的徴兵です。これ、徴兵人口は全人口の 1% になっています。まあ、このままだとこの後苦しくなってくると思うので、大規模徴兵、無再現徴兵と、必要に応じて段階的にね、ここは増やしていくというところになります。で、その他選べるところで言うとですね、政治顧問なんですけども、まあ、キシリアがいたり、デギンがいたり、まあ、ウォン・リーナンがいたりするんですけども、今回必要になってくる政治力をですね、いかに貯めるかというところで、まず最初にこのセシリア・アイリーンですね。これ彼女は、ギレンの片割れにいつもいる秘書なんですが、日ごとの政治力の獲得、プラス 0.3、これ結構大きいと思います。さらに、政治顧問のコストがマイナス 30%。つまりこのセシリア・アイリーンを雇った後、次、政治顧問を入れる時から、マイナス 30% ボーナスが効いてくるんですね。これもすごく大きいので、最初にね、このセシリア・アイリーン第一秘書、これをね、雇い入れていきます。で、その後は、このベルガミド、戦争実業家ですけど、ここに入っている造船所の出力 20% のボーナス、これもかなり大きいです。連邦宇宙軍に対して、ジオンの宇宙軍、まあ、実質今全くない状態なので、ここから、まあ、チベであったり、グアジンであったり、そしてもちろんムサイであったりっていうね、宇宙軍をどんどん作っていかなきゃいけない中で、この造船所の出力プラス 20% はむちゃくちゃ大きいので、このベルガミノもね、早めに雇っていきたいと思っています。で、さらに冒頭でお話した通り、各サイドに対して政治力を使って外交も行っていく必要があるので、この2つ、まずね、積極的に使っていきたいというふうに思っています。で、そういうお話をしている中で、大君派との融和がもう少しで終わりますね。で、大君派との融和が終わった後ですね、次の、この、コントリズムの代弁者、これを入れていきます。で、見ておくとですね、イベント、ギレンザビが全スペースノイドに対して演説を行うと。さらに、ジオニズムの支持率変化 8%。で、国際緊張、これ3増えますという内容ですね。これを早速入れていきます。はい。メカニカルアーム技術は軍需転用可能かということで、モビルスーツにね、関してのイベントになります。まあ、この後、ジオン軍は連邦軍に先駆けて、モビルスーツの研究、そして生産、さらには量産していくことになりますので、まあこういうイベントがね、随所に発生してきます。ムサイの研究が終わりましたので、ムサイに続いて、チベの研究を始めていきます。で、ちょうどですね、政治力溜まってますので、先ほどご説明させていただいた通り、このペルガミノを雇っていきます。もうセシリアは入れてあるので、これで2人目ですね。政治顧問としては2人目になります。で、このペルガミノを入れたことによって、生産のラインに新しくムサイを入れていきましょう。まあ今は、チベもなければグアジュンもないので、
無彩を全造船所を使って一気に作っていきましょう。これで宇宙軍をね、創設していくということになります。コントリズムの代弁者が終わりましたので、ゲレンザビが全スペースノイドに呼びかけるというね、一番左に今映してますが、このイベントが発生しています。国家方針はこの次進めていきましょう。で、連邦側の動きですが、コロニー駐留部隊の増強を決定してきています。まあ、こういう状況を鑑みてもやっぱりジオンの宇宙軍で、増強進めていきたいと思います。続いて国家方針ですが、サイド間の連携を入れます。で、この後の国家方針の進め方もですね、ご説明しておきたいと思います。サイド共栄圏に進むためにはですね、コロニー建設への投資、サイド評議会、この2つを次で完了させる必要があります。その後サイド経済ブロック、これを入れましょう。そしてサイド共栄圏になります。で、この頃には少しずつですね、各サイド各コロニーに対して、外交を、ね、しっかり行って外交交渉を行っていく必要があります。で、さらにスペースノイド独立宣言に進むときにはですね、並行してこの重力戦線を行って地球降下作戦も発動したいので、この軍系の国家方針もね、合間合間で進めていく必要があります。具体的にはこのジオン国防軍士官学校から始まって国家総動員法、ここまで進めて重力戦線が入れられるので、国家方針としてはサイド共栄圏の建設とこの重力戦線、この2つをね、同時にバランスよく進めていくというのをね、心がけていきたいと思います。では政治力厳しい中ではありますが、そろそろサイド共栄圏建設のための下準備、下交渉として各サイド、さらに月面都市グラナダ、モンブラン、この2つに対しても外交政策を行っていこうというふうに思っています。しっかり外交でね、進行度を上げておいて、いざサイド共栄圏を建設した時には我々のサイド共栄圏陣営に入ってもらえるように、つつがなくしたたかに外交は行っていきたいと思います。とにかくね、政治力をいかに貯めるか、そして軍備をいかに進めておくかというのはね、とても重要ですからね。新型 K14 艦が進駐ということですね。これでまずジオン宇宙軍ですね、無彩3隻しかいませんが、新しく創設されたこの宇宙軍の最初の司令官、まあ提督ですかね、これにはやっぱりドズルについてもらいましょう。ドズルザビ中将、まあ、まずはね、特にまだ改善してない段階にはなりますが、大気圏までの間巡回パトロールしておいてもらいたいと思います。で、この後順次無彩建造進んでますので、増強の方はしっかりやっていきたいと思います。国家方針の方はサイド間の連携が終わっています。ジオンの名のもとにということで、まあ、各サイドでね、連携しましょうよという話になっていますね。この後は先ほどご説明した通り、サイド評議会、コロニー建設への投資、この2つ入れていきます。では軍需工場を手に入れるためにダークコロニーの軍事利用、これを使います。これによって軍需工場5手に入りますね。政治力は100です。まあ、やっぱりセシリアを入れた効果もあって順調に政治力溜まってますね。油断してはいけないのが定期的に関係改善を入れるっていうね、月面都市、モンブラン、グラナダ、さらに各サイド、ここに対してはもう定期的にね、忘れないように思い出したかのように関係改善は常に入れておきます。連邦の方はジオンへの締め付けを強化してきてますね。さらにミノフスキー物理学に関する討論会、まあ、ミノフスキーはね、まあ、博士であって、
そのミノフスキー博士が、見つけ出したミノフスキー粒子は、レーダーを無効化する、いわゆる有刺界戦闘ありきのね、戦争を変えた革命的な、あるいは革新的な発見だったわけなんですけども、これによってね、モビルスーツがすごく有効だよってなったのは皆さん周知の通りだと思います。では研究枠空いてますので、ザク2の研究に入りたいと思います。で、ザク2の研究をするにあたってはですね、この後、政治力が溜まり次第ですね、兵器の設計としてジオニック社、これとね、契約を結びましょう。さらに宇宙軍として必要な巡洋艦、重巡洋艦、戦艦、それぞれムサイとチベとクワジンですね。これの研究が終わりましたので、改めてですね、生産のラインに入れていきましょう。もうチベは入れてありますので、この後ですね、いよいよ、グワジン級の生産に入っていきたいと思います。で、空いた研究枠の方にはですね、モビルスーツとして必要な装備、ザクマシンガン、これ 120mm の口径のものにね、アップグレードをしていきたいと思います。で、このハーツ・オバヤンの一連戦争もとよく作られててですね、戦争と直接関係ないこういうハロ、こういうね、イベントとかも出てくるので、ハーツ・オバヤンをプレイされている方でガンダム好きな方はですね、こういうイベントを、目で見ながらプレイするっていう楽しみ方もあるので、ぜひね、挑戦してもらいたいなというふうに思います。で、国家方針の方ですね、今、どこまで進んでいるかというと、共同機動大隊を編成するというのを入れています。で、これにはザクが36機備蓄されていないと選択できないという条件がありますので、これをね、選択するときには、あらかじめザク36機、これの備蓄をしておく必要があります。で、もし備蓄がない場合にはですね、一時的に動員をやめれば、あっという間に36機余りますので、もしね、この共同機動大隊の編成ができない場合には一度徴兵をやめておくとですね、一気に36機溜まると思います。で、海戦についてなんですけども、海戦はですね、このサイド共栄圏を建設宣言した時にもう自動で、地球連邦軍に対して戦線を布告することになりますので、この時までにいかに軍備を整えておくか、逆に言うとですね、このサイド共栄圏の国家方針を完了させなければ、自動で連邦軍と海戦というシナリオにはならないので、準備が整うまでこのサイド共栄圏の国家方針を終わらせない、始めないっていうのも一つの選択肢になってくるのではないかというふうに思います。で、続いて空いているですね、ドクトリンの研究枠なんですけども、今すぐ陸軍のドクトリン始める必要はないのですが、あらかじめ方針だけお伝えしておきます。機動戦ドクトリンを選択してですね、少なくてもこのモビルスーツの集中運用までは海戦まで入れておきたいと思います。で、大体ですね、半年弱かかります。このドクトリンを研究していくのは。つまり、このモビルスーツの集中運用を入れるにあたってはですね、約450日かかるので、逆算してこのモビルスーツの集中運用が終わるタイミングと独立宣言して連邦軍と開戦するタイミングが合うようにしておくと、即座にこのモビルスーツ集中運用のボーナスが得られた状態で戦えるっていうのがあるので、ここもね、いつ開戦するのかっていうのを逆算してですね、この陸軍のドクトリンを投入していくタイミングっていうのは考えておくと、より効果的に作戦が進められるのではないかなというふうに思います。はい、ではいわゆるザク2ですね、これの研究が終わりました。この後なんですけども、ザク2の F 型ですね、これの研究を進めて、しかもボーナスを効かせて一気に進めます。で、この後はですね、ザクスの J 型グフでドムというね、方向にどんどん進めていきたいと思います。では、今回はですね、一旦ここまでにさせていただいて、次回いよいよですね、サイド共栄圏を建設して、連邦と海戦をしていきたいと思います。その準備はもう十分に整っています。
今サイド共栄圏建設するために必要な国家方針の条件1個手前のサイド安全保障まで来てます。これが終わるといよいよですねサイド共栄圏が発動できます。でその時にはですねこの総力戦研究まで進めてからさらに国家総動員法そして重力戦線と入れてですね一気に降下作戦地球への降下作戦を行っていきたいと思いますのでタイミングはですねちょうどこの重力戦線が終わったらサイド共栄圏を建設して地球降下作戦を発動していく、まあ、こういうね段取りで進めていきたいというふうに思っています。